になったら三楽さんは戻ってくるですわ。はっ、まさかラベッツに戻る方法がなくて困っているんじゃないですわ。やっぱりエイドルトの街で待ってた方が良かったんじゃないですわ。ガッツァいくらなんでも多すぎだろ、あのサソリ野郎。あ、ウィブル、エイドルトまでのゲート頼む。三楽さん、やっぱりクリスタルスコーピオンと戦ってたんですわ。あ、やべ、クリスタルスコーピオンは危ないって言ったじゃないですわ。めんどくさ、なんか言ったですわ。ほーら、約束の人参だよ。わーい、あー、うんうん、おいしいですわ。お前のチョロさは不安になるレベルだな。